お散歩だけで100万円あげます、手ぶらとオーバッグで15万あげますみたいな。え、全部見えちゃってるってこと？そうやらんやん。どっかの国のどっかの山の神聖なお水ですみたいな、なんだそれ。こんにちは、ジノタです。辻りりさです。はい、今日もトトノーカーで整えていきたいと思います。整えましょう。いやー、いいですね、女子のサウナ最近流行ってますからね。流行ってるからね。グラビアの子が結構サウナ好きですって公言し始めたりとか、サウナ雑誌ができたりとかね、なんか女性がサウナに入っている姿を写真に収めたりとか、動画になったりとかするっていうお仕事が増えているのでね、そうなんです。いつかやってみたいということで、今回呼んでいただきありがとうございます。相性すごくいいなって思います。水着でみんな入るので、やっぱり入る体をしてるのでグラビアの人たちは、やっぱり汗かいている女性ってセクシーだなって思うんですよ。エロいね、エロい、エロい。この褒め言葉ですかね、本当にいい意味でエロい。まあ、あとはグラビアの方とかがインスタグラムもそうですし、その雑誌とかでサウナ入っている姿を写真にするだったりとか、動画にするだったりとかっていうのが増えてるので、自分も乗っかっていけたらいいなと思うんです。そうだね。サウナめちゃめちゃ好きで結構数年前から入ってたんですけど、言うタイミング失っちゃって、本当にもう本当天の弱なんですけど、流行り始めてからちょっと言いづらいみたいな。あ、そうだよね。でも今回こうやってお仕事いただけたので、今後はもう最大限サウナが大好きだということを伝えていこう。伝えていこう。大事、伝えること大事。サウナ好きの私からすると、まあね、こうやって写真になってで、お仕事になって、っていうグラビアさんの活動いろいろありますけど、整ってないだろうっていうね。たまにね、見かけたりするわけです。本気で整えてないんです。はい。今日も整ったって写真が目バッキバキなんですよ。目バッキバキの時って整ってないやろってちょっと最近思うようになって、なるほど。それもあってあんま公言できなかったんですよ、私。あ、サウナ好きですって言うと、サウナのクロートの方だったって本当にクロートだから、このセットはちょっと違うわとか、入り方違うわとか言われないようにやっぱ気を使って言ってこなかったんですけど、言って叩かれた方がもうむしろいいのかなって最近思って。確かに私もサウナ全然知らなかった人だけど、でも整うっていうのやってみたくて、こうやっていろいろサウナを体験してみるっていうのがあるので、だからまあまずはね、最初はやってみて、でもちゃんと気持ちをね、本気で整える気持ちでやる女子って増えるといいなって思う。確かに。なんかまあ逆に言うと、サウナにわかだけどサウナの仕事のためにサウナ行ってますみたいな人がいるとしたら、むしろそのお仕事の中で本当にいいサウナだったりとか楽しみ方を知っていって、サウナ女子の人口がどんどん増えていくとね、私は嬉しいなと思います。誰って感じなんですけど、はい、もうサウナ側の人間、サウナ側の人間。まあなんか仕事で言うと、その DM とかでうちらが来るじゃん。来ますね。やばい仕事とかリリーさん、なんかグラビアのお仕事でそりゃーみたいなことがあったりする。そうですね、私実は DM からお仕事になったことがまだ一度もなくて、そうなんだ。基本的に DM で来るお仕事ちょっと怖いと思って。それはあると思う。それで最近一度も返してないのに、毎日のように送ってくる DM があって、それが水の宣伝なんですよ。この水を宣伝してくださいっていうお水なんだけど、その水がなんかどっかの国の、どっかの山の神聖のお水ですみたいな。なんだそれ。ありがとうございます。何の説明もないわけ。なんかすごい書いてあるの、長文でこんくらい書いてあるんだけど、全部読んだとしてもこの水は何がいいのかわからない水の紹介とか、あとね、お散歩だけで100万円あげますみたいな、パパ活みたいなね。そうなんかどこどこ公園何時来てくださいみたいな、ただお散歩するだけで100万円もらいますみたいな DM とかはめっちゃめちゃ来ます。あ、そういう系ね。もうそっち系だね。はい、お仕事と言っていいのか分かんないですけど、ズナとかむしろ DM からお仕事結構するんですね。そうだね、めちゃめちゃあるから、なんかそれこそグラビアとか撮影会とか、結構本当にみたいな、これ大丈夫みたいなことが結構あるんだけど、この前とか手ぶらとオーバッグでなんか写真集みたいな、そういうサイトに顔を出さなくてもいいけど、ウェブサイトに載せて15万あげますみたいな。しかも安っって思って、やるわけねえだろって思って。オーバッグって何？オーバックって、お尻のこういう T じゃなくて、なんか
お尻が開いてる。え、全部見えちゃってるってこと？そう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 。やろうやろ。そう、そういうのが来てて、うん、でも事務所したら怖って思ってやるわけないじゃん、うんうん、そしたら25万でいいですよって言って、ちょっと上げてくんだね。上げてって。でもちょっとしか上がんないんだね。やらないわやらないわとか思って、なんかイラッとしたりとか、そういう不思議な、うん、大丈夫かなみたいな、まあ、これはちょっと返したら怖いなっていう仕事はあるかなと思いますね、うん、その選択を自分でやってるのがすごいと思う。やらなきゃいけないからね。私ちょっとまだやってないけど、今後ね、いい水のお話が来たらもしかしたらやってるかもしれない。私が急に水持ち出したら新鮮な水ですね。めちゃめちゃお金もらったから新鮮な水です。ね、気をつけないといけないからね、変な話を。まあね、お仕事だけじゃないですからね、DM。そうだね、来る DM で言うと、ね、本当に気の毒とかっていうねものもいますし、うん、気をつけましょう。はい、暑くなってきました。出ますか。なんかもうターナってさ、暑くてさ頭回んないから何でも喋っちゃう。怖いね本当に。あ、早くちょっと水風呂行きたいです ね、 そうね。ちなみにこの今私たちのサウナ館なんですけど、うん、なんとキャンペーンで、うん、運転室付きで、うん、現地に来るだけ5万円のプランがあります。え、送ってくれるってこと？運転手さんが来て、で自分たちは別の現地から行く、わざわざ車を取りに行かなくても、めちゃめちゃいいじゃん。そう、便利なプランが、うん、今5万円でやってるので、うん、ぜひ気になる方はものすごくお得な機会なので、うん、自分たちの車で来て帰るだけ、うん、で、トトノーカーは勝手に来てくれて帰ってくれるみたいな。うん、なるほどね。そうそうそう、めちゃめちゃいいじゃん。めちゃめちゃ手ぶらで来れる感じだもんね。そうそうそう、手ぶらでとりあえずみんなで現地しちゃえばいいんだけど、うん、すごく便利。ちょっと来週、あ、来週行きますか。とりあえずね、とりあえず来週行きましょう。というわけで、詳しいこと概要欄のリンクの方に載っているので、はい、そちらの方からチェックしてみてください。チェックします。はい、それではまた、うん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。